シャルリ・ギオムル・ノルマン・デ・ティオールは、フランス国王類15世の公式愛称ポンパドゥール公爵夫人の夫。オルレアン出身の役人一家の着手であり、父エルベギオムル・ノルマン・ドゥフォールは、会計役人、おじの資産カル・ノルマン・ドゥトトルネームは、朝税請負い人であり後のポンパドゥール公爵夫人となる、ジャンヌ・アントワネット・ポワソンの法廷後見人であった。おじの手配により、 1741年にジャンヌ・アントワネット・ポワソンと結婚し、また叔父の莫大な資産の相続人となった。夫妻には男女二人の子が誕生した。1741年に生まれた男児は生後間もなく溶接し、1744年8月10日に長女アレクサンドリーヌ・ジャンヌ・デティオールが生まれた。夫妻の別居後はジャンヌ・アントワネットが長女を引き取ったが、 死の病により9歳で亡くなった。1745年6月、ルイ15世は、ジャンヌ・アントワネットを見染め、彼女に公式愛称の地位を手配した。ルイ15世は、夫のシャルル・ギヨームを遠ざけるために、オスマン帝国大使の地位を申し入れたが、シャルル・ギヨームはそれを拒否した。シャルル・ギヨームは、妻と別居し、フランス一有名な妻を寝取られた夫となった。 シャルル・ギオームは自分を裏切った妻を生涯許さなかった。ポンパドゥール公爵夫人からの復縁の手紙を拒否し、彼女の臨終の際にも健康上の理由で立ち会いを断った。彼はパリで多くの女性と関係することで自分自身を慰め何人かの死生児を生ませた。ポンパドゥール公爵夫人の死後、シャルル・ギオームは彼の死生児の母で踊り子であった。 マリーエーメ・マルタと結婚し、ロワイオーモン修道院近くのバイオンの田舎屋敷に平穏に暮らした。彼と彼の新しい妻は、恐怖政治の時代に一年以上交流されたが、後に釈放され、パリのサンティエ通りの自宅で亡くなった。ありがとうございます。